こんにちは、安子オンです。昨日は出雲大社にお参りして出雲市に泊まりました。今日も JR 西日本どこでも切符を使ってあちこち移動しようと思います。まずは出雲市駅から湯の津駅に向かいます。湯の津温泉に浸かったらまた出雲市駅に戻ります。そして今度は観光列車雨土に乗り換えて安来駅に向かいます。安来駅からは特急やくもに乗り換えて岡山へ。その先もあるのですが、動画ではここまでです。最後にちょっとした奇跡も起きますよ。なんとホームに徳出雲オロチョコがいました。私の鉄道いろはにも出てきたあの車両です。嬉しい。もうすぐ引退かと言われていますが、なんで今日ここにいるのって写真撮ってる男の子に聞いたら、なんかね、出雲市からの延長運転なんですか、特別な。すごい、そんな日にたまたま出くわすなんて嬉しい。湯の津温泉までは歩いて20分ほど。本当は昨夜来ようと思ったんですが、真っ暗な道を歩くのが怖かったので朝風呂にしました。こちらから歩いてきて湯の津温泉薬師湯に到着しました。今見ると明るくていい感じ、おしゃれですね。ちょっと先に桃湯温泉というのがあるので行ってみましょう。あー、こういう路地いいですね。いい感じ、すごい。宿やってるのかな。すごい廃業されてる気がしますね。いい感じですね。なんかこっちの方が気になるな。またもういなかったので撮影させていただきます。温泉分析書、中は、おお、いい感じ、素敵、いいですね。温泉の香りがする、いいね。これはのんびり浸かりたいですね。しかも貸し切り嬉しい。はい、はい、すごい素敵、かわいい。
素敵な、かわいいですね。あ、すごい砂、3階に天井が高いのがいいね。あ、本当だ、コーヒーが飲める。嬉しい、ありがとうございます。そっか、外はちょっと雨降っちゃって濡れちゃったからね。でも温泉出た後にここでコーヒー飲めるなんて最高だね。うん、素敵。街並み眺めながらね。じゃあいただきます。出雲市駅に戻ってモスバーガーでちょっと休憩。昨日ぜんざいを食べられなかったのが心残りだったのでお汁粉をいただきました。そして再び出雲市駅に荷物を持って戻り、今度は観光列車雨土に乗車します。楽しみです。次入ってまい、一番乗り場に入ってまいります。観光列車雨土号は全車グリーン車指定席となっております。新しいから綺麗ですね。なるほどなるほど。お、私ここだ、専用窓みたいなところ。